毎度西成五時ですわ。みんな15前半きついし、きついアドバイス受けたったな。あち歌下手くそアピールしとってよかったわ。みんなもお前もやれ言われたらかなんかったの。あやしな、Google のな、位置情報オンにしとるからな。 Google のっていうか携帯の位置情報オンにしとるからな。あやから、この店どうでしたか、あの店どうでしたかって言うてな、質問来よんねん Google から。 Google んからな。ほんで Google に一応コメントはつけとんねんけどさ、星5個並んでんのええなと思ったら5個つけるしやな、で悪いな思ったら2個ぐらいにしとくしやな。ほんでコメントは書くようにするわけ、その理由をな、ほんならこうステージがなんかだん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 上がっていくんや。ほんでメールがピンポンになったからやな、プレゼント企画のことかな思って開いたんやんか。ほんだらそのステージが上がったから、Google に協力してもらってるんでステージ上がりました。で iPhone12、12か、間違えたらごめんやで、100件でさらなプレゼントします言うからやな、ほいほい喜んでお前入力してやな、電話番号も入れてお前最後のページ飛んだらお前クレジット決済昔やがってお前たまにごろろ、あしゃ金融ブラックでカード持っとらんちゅうね。まあほんでその他のご問い合わせは当弊社へお電話くれて、電話番号知らんちゅうねんの、なめとんの、まあ喜びさんでお前一生懸命お前やりにくいことやっとんのにやな、最後の最後でお前これや、もうとなしいケツ蹴りやりに行ったのか、まあええわ、まあ警察上がるばっかしやろ、やめとくか。あいや、さっきの宣告通り行こうか、シップやけどな、最強シップがあんねん、最強シップがどっちやったかなこれ、最強シップ知ってる？みんなモーラステープ、モーラスハップ、XR120、まあ、120mg、これ最強。なんで最強かって言うたら、むちゃくちゃ怖いの、こいつ。あ、これ。最強いっぱいあるわ。これ6話テープ1日最大2枚まで、それ以上とこだがめきっついやろこのシップ、この2つが最強やな。これは枚数制限ないねんけど、もう順位で言ったらこっちが最強でこっちが2位ぐらいかな。これもこれも貼ったままお日さん当たったらえらいなるからな。6話テープとモーラスハップ、この2枚は2種類は気付けて貼ったまま直射日光当たったらえらいなるで、ほんま。ほんでまあわしが普段から愛用しとんのはこのロクソニン、この大きい版もあんねんけど、ロキソニン、このロキソニンテープ、見えるかな、これ薬局で売ってると思うわ。高いけどな、値段は最強やこいつも、ロキソニンテープ
まあ今もっと高いの出とるな、伸び縮みするやつな、うん、ああこれ知ってるシリーズでみんな知ってるやろうけどな、こんなんはみんな知っとるからな、ロキソニンテープ、ゴマーシャルでもやってるからな。あしこれな、ま、前にな、整骨院通ってる時にな、なんでか知らんけども、医者にも可愛がられんのよ。今みんな医者行って。これ、1回でっちゅうかな、1ヶ月に何枚？これワンパックでしょうか。ワンパックで、1ヶ月に病院でもらえんのって確か1月に2パックまでやと思うねな。昔は1ヶ月に7パックこれ取ったね。足は整骨院っていうか、ブロック注射打ちに行くねやんか、腰悪いから。ほんでブロック注射は2週間に1回やねんけど、痛み止めの注射、首もあるやろ、足頸椎連打、まあ言う俗に言うムチ打ちやな、あれのきついの黒取るからな、ほんで首いがんどるからな、足だから、このブロック首に打ったり、ブロック注射って知ってるかな、こんな長い針で打ちょんやで、見てたら恐ろしい。せやから麻酔先打っちょんねん、軽い麻酔よな、首とか腰に。なんか麻酔やろ。ほんで俺からその頸椎とか骨髄に打っていくんやけど、そこにまた一本麻酔を打つね。麻酔2種類打っちゃうね。ほんで最後にこんな長い針のやつはやな、ぐにょーっと入れていくんや。麻酔効いてるから痛くはないんやけど、感触が分かるんやな、首とか腰っていうのは。麻酔って痛くはないけど感触は分かるやんか。びっくりすんで、あしもなんか首とかな、腰やから、腰打つ時とかは首もやけど、横向きに転んで膝を抱えて丸くなってね、横になってくださいって言われんねやんか。ほんでその注射の針は見えへんわけや、結局は。だけど私興味深いやんか。いや、そのブロックに使ってる注射の針って一回見せてくれ言うて先生に頼んだよ。いや見えへん方がいいよって言うか、いやええから見せてや言うてやな。ほんだら見せてくれやった、こんな長いんやんか見るんやなかったな思ったけどな、まあ、言われへんやんか、先生最初に見ひんほうがええよ言うとるからな。ほんでその先生にもよくあいがってもうてやな、シップほんまはこのどのシップでもそうやねんけど、1ヶ月に7パックしかくれへんとこを、足そのブロック以外にも痛み止めの注射な、それは打つ単位は決まっとんねんけど、もう何単位打つか知らんで、覚えてへんで、うん、だけど何箇所でも打ってくれ、その単位内であれば、この首から肩にかけて。だからそれ毎週1回行っとって、行くだん見にやな、シップいるって言って向こうから聞いてくれてやな、おくれね、1週間に普通は1ヶ月に 7枚7パックしか来れへんねんけど、あじ1週間に7パック言わしとるから、余ってもてそんだけ使わへんしさ、1週間に7パックでこれ7枚入ってて77いくつになんねん、わし掛け算も要せへんねんけどな、21か24かな、7の段苦手やねん、わし2の段と5の段は得意やけど、4もそこそこいけるけどな、7、8は苦手やねん、7一番難しいと思えへん、そんなことない、わしだけ
あ、2が一番簡単やけどな、こんな当たり前の話や。だからな、もらいすぎてやな、もう10分超えとれんけん、もらいすぎてやな、お前これ。わかる？消費期限。見えるかな？どうしたら見えるかな？2年前に切れとんねん。これまだ300バックぐらい残っとんねんか。それ使っとんねん。今、毛もない、金もない、歯、毛もない、歯もない、金もないやからな。兄ちゃんがな。ちゅうことで、これタイトル考えるのも難しいわ。大きに、虹の有功ですわ。こんなことやってまんねん。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いしますわ。で、新しいチャンネル登録じゃん。こんなこともやってまして、大きにな。ほな、次の動画で会いましょう。大きに。